2024年6月、今日は9日ですか、10日です。10日月曜日、午前8時56分、もみ合わせに来てます。今から撮ります。よろしくお願いします。頑張りましょうね。頑張ります。はい。これ逃げます？でもいたでしょ。いましたね。はい、9時2分逃げます。すごいな。逃げます。映ってもいいですか？YouTube やってるんですけど、映ってもよろしいですか？まああのね、ニジマスが釣れたっていうことは、あの辺にヤマメがいるっていう。はい。あ、それあるのね。逃がさないようにしてください。逃がさないようにね。外れました？外れました。腰落とさないから今どうか。あの腰落としたらこうなった。9時14分ヤママじゃなくてニジマスでしたね、はい、どうですか今ね。今水中目印情報を少しやったんです、はい、どうですか威力は。あります。ね、さっきはかからなかったでしょ。そうですね、ええ、自然に流れるんです。同じところに立ってもらって、
私が釣っちゃったら困るんだけどね。9時57分ヤマメです。なかなかね、抜きは決まりませんでした。はい、ね、餌はミミズです。はい、じゃあやってみましょうか。ありがとうございます。金使うか。はい、ちょっとここで向かいます。ボートが入ってます。ね、ちょっと持ってて。あ、はい、いかがでしょう。うまくね、今で、合わせの仕方も、ね、見ていただいたら、こんなついてます、ね。あ、上顎バッチリじゃないですか、センターに。ね、ね、いいとこ分かってます。あ、大丈夫です。はい。7寸ありますね。申し訳ない赤ワイさんたちにね。いやでもさすがです。まだいる、まだいます。何匹もいる。お前って流せればな。あとあのね、もうちょっと先の方に流せば、はい、いるわけですよ。はい、奥の方へ。奥の方へ。はい。あ、じゃあ、この2人で。
10時19分、ニジマスですね。ちょっと一応見させてください。ねえ、まあ、楽しめるね。27センチくらいあるよね。じゃあ逃げます。はい。逃がさないでくださいね。はい、逃がしちゃう人が多いです。11時33分、ハスンもうちょっとあるような感じのヤマメでした。バラしちゃいました。10時ちょっと過ぎにね、合わせたんですけど、糸切れです。残念でした。若林さん、3時27分から合わせ切れです。2回目今日ね、04にします。
赤林さん3時38分バラシガガガガって行きましたね。残念。山根は生きてますね。はい、電撃ヤマメ1匹にね、18センチのヒレピンヤマメは1匹なんですよね。あとニジマス3匹。はい、じゃあええー、今日はですね、若林ご夫婦でね、氷川渓谷を釣っていただきましたね。今はあの元気元気ヤマメね、こんくらいの電撃ヤマメが1匹、あと18センチのヒレピン、まああとニジマス3匹ね釣れました。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。また来てください。はい、はい、じゃ あ今日はね、えいえいおーやです。えいえいおー戦です。ありがとうございました。最後まで視聴。4時41分に納棺しました。ただいまからご挨拶させていただきます。